広い空に何を感じ、雨も憂鬱となるイメージできない、誰も知らない白子さん、お疲れ様です。お疲れ様です。マイナス2度だぞ。マイナス2度なんです。山の上です。山の上か。あれ全部あれ雲じゃない、雲ですか。あれ雲ですよ。あの真っ白なやつ雲、はい、やばいっすね。とんでもないね、はい、ということでついに今年も始まりましたね、遠征編。おかげさまで、おかげさまで2年目突入です。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。で今回、調査を行っていただく場所は、はい、ハイホテルなんですけど、うん、こちらも視聴者さんからいただいた DM 内容になります、はい、でこちらの曰くなんですけれども、ホテルの部屋の中のどこかでなんですけど、うん、学校の男性教師、それと女子生徒が不倫をしたという禁断の声がありまして、はい、でその2人で無理心中を行ったみたいなんですよ、うん。でそこの部屋がどうやらトイレが閉まっていて、うん、でもう今は物置になっているっていうことなんですね。それはその事件があったからホテルの部屋としてその部屋だけ使われてなかったってこと。そういうことになります、うん。あとは管理室で黒い影が見えるんですけど、うん、その黒い影を見ると死ぬって言われてます、うん。久しぶりに来たね、そのなんか極論のやつ。黒い影を見ると死ぬ、はい、じゃあ今回のミッションは黒い影を探すこととその部屋を見つけることの2点になります。ほんと寒いからさ、はい、いいっすか。何すかこれ、カニ、カニ鍋スープ雑炊仕立て、そこで買ってきたんですよ、せっかく来たんで。カニ鍋のパン絶対うまいよ。めちゃくちゃカニ鍋のスープだ。はい、それでは現住金到着しました。でかいな。まあちょっと県は違うんですけど、広島の魔女の館みたいだな。早速物がすごいけど、誘惑が誘惑なだけにね、できる限り外からこう舐めていって、怖いところ怖いところをこう後回しにしていこうっていう魂胆にはまだ誰も気づいていない。いいですね。でちなみに、まあ最初の説明でもあったと思うんですけど、オーナーの部屋見つけた時点で試合開始らしいんで、前情報はほとんどないまま中に入っていくことになると思います。いや、速攻でオーナーの部屋に着いたのかなと思ったんですが、まあさすがにそうはいかないよね。そして今回のですね、この心霊スポットの探索ではですね、もう一つあったと思うんですけど、男子教員と、まあ、要は女子生徒の、まあ、心中も報告されているみたいで、その部屋を見つけることもまた一つの目標となっています。これ何、なんか飼ってたよね、動物というか何かを飼っていた跡じゃないとちょっと説明がつかないというか、ラブホテルなんですよ。なんで感じ的には多分水、
水ですね。びっくりした。川が流れて、でもなんかちょっと報告と違くない？これ何ここ？なんか報告ではですね、洋館みたいな2階建ての建物の中に入っていくっていう情報があるんですけど、場所間違えたわ。その感じの匂いがするけど、まあ今のところ何もなさそうですね。ただ床も階段もこのような感じで落ちてるので、ちょっと危険すぎるか。いけるか。やばい。あ、ダメだ。すいません。情報とも臭いのここなんだよな。ちょっと待って、一回慣れるか。よいしょ。ここだけ本当にここだけがめちゃくちゃ臭い。あのその匂いもね、生き物が腐ってさ、最近は見ること少なくなったけど、犬とか猫とかがさ、あの惹かれて亡くなった後、道路脇にさ落ちてる時の匂いあるじゃないですか。完全にあれ系の匂いする。ここまでついてんのか。いやもう大丈夫、俺本当に間違えてないよね。ここは匂いもないし、オーナーの部屋でもない。いや多分道間違えてますね。これさっきの建物の方向に一回戻りましょう。多分全然違う。駐車場があって多分部屋に入るパターンか。これオーナーハウスじゃないよね。うわ、巨大廃墟っぽくなってきた。地下駐車場だ。両サイドから入るところがあって、多分こんな赤くなんないんですよきっと。なんで多分これはいたずらだと思います。いたずらだろうねって思う人の方が多いと思うんだけど、あの本当にね、こういうスポットって、まあ、侮れないって言ったらあれだけど、本当にそういう事件がさ起こってるから、だから全部偽物って決めつけてても結構危ないと思うんだよね。まあでもこの感じ見てると、盗難のためにっていうよりは盗難車両で遊びに来て乗り捨てて
遊んだって感じなのかな。南十字か十字星かな。あ、ディスコ、ナポレオン、いろんなそういうのがあるんだな。摂取、これがメインに当たるのか。まあでも助けてって書いてあったりする。基本的にあの怖いような感じで文面書いてあるところってやっぱその地元の人たちが怖がるというか、誰かが何かを見たとか、だからそこを見に行くみたいな理由付けになりますんで、もしかしたらそこはポイントになってくるのかもね。ザ・ディスコだ。なに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 、この人の笑い声みたいでしよかった。わわわわわわ。うわ、これ従業員用の通路か。防火扉って書いてあるもんね。じゃあディスコから確認していきましょう。思ったより中は比較的、あ、ディスコだ。すごいミラーボールもあって、あ、こういうコンセプト系のラブホテルだったってことか。カラオケロボットがあって、これで見ればきっと年代が分かるはず。新作みたいなのなかったっけ、昔こういうのに。赤いスイートピー、松田聖子、あ、郷ひろみもある、山口百恵。いや結構古くない？なんかこう世代的に僕今34なんですけど、僕たちのお父さんぐらいのそういう年代の感じがしますね。倒れた物の上に灰皿、誰かは来てるのか。なんかこう例えば犯罪にね使用されてる感っていうのも特にないんですよ。なんだこれ。サラダボールみたいで、これがトイレ。ああ、簡単に開くわ。開いたらそれはもうつまり外れってことだもんね。いや外れなのか。いや開かなかったら外れじゃない？え？さっき部屋と部屋の間隔がすごい広く感じたけど、今度は逆にさ狭く感じるというか窮屈な感じがありますね。オリンピック、お邪魔します。オリンピックは一体どういうものがあるのか。なんか違う意味で部屋が楽しみになってしまってる。しない、オリンピックって何？え？え？もう崩壊した？
ヒノキ風呂、普通のベッド、謎のビデオテープにフロントへの電話。ごびっくりした、ゲシゲシゲシ死んでる。あ、トイレはもう最初から空いてる。オリンピックってこの三面鏡ミラーハウスみたいになってるの？怖いわ。え？いや、こんな中でトイレできないよ。オリンピックって何？部屋によって、まあ、コンセプトがあるってことなんだけど。こんばんは。誰かいます？やばい、なんかいるんじゃない？でも、俺声出したんで。なんか最近このキーって音がややこう感じてるのか。ものすごく気持ち悪い音に聞こえるようになったわ。沖縄のせいでね。もともと風で揺れてるっていうものがさ、そう思ってても幽霊っぽく見えてしまったからっていうのはあるのかな。シンデレラというか西洋風の建物ですね、ここは。ちょっと大人った方行ってみようかね。ちょっと奥の方だったでしょ。この辺だったっけ？え、ちょっと奥だったような気がするんだけど。奥、摂取、摂取ってこと？いや違うか。いや、どれもいない。え、マジでこの辺だったよね。誰か隠れてます？船みたいになってるのか。さすがに違うか。
くはないのか。いや違うよね、引っ掛けてとか。いやちょっと首吊りの紐かと思ってしまいました。いやでも物置になってたっていうここあるし、あれ多分トイレですもんね。トイレも空いてるんでここではないと思うんですよ。後ろだった今。こんだけ見つからないと。何かしらの配線類のコードがベッド下から出てるってことか。これ部屋じゃないね、廊下だよね。違う、足跡とかなり響くもんね。なんかさ、響かないというか重いというか、誰かいます？ここか。
はやばいけど、多分ここだな。物音の感じが来る。うわ、床やばい、トランポリンみたいになってる。どっか進める床ない。なんだこれ。人は愛しすぎるといじめたくなる。愛しても愛しても愛したりない。熱い二人の部屋、大切な人の身も心もつなぎ止めて。いやでも今のところ情報通りっていうこと。このトイレからなってるのかな。こっからなってんのか。本当にじゃないか。いや多分噂で出てきた話っていうのは多分ここで間違いない。2つセットだもんね。そうそうあることないでしょ。気持ち悪くなってきた。音の距離がさ、ほんと少しずつなんだけど近くなってきてる気がしない。おびっくりした。何、うんみたいな声しなかった。怖くなってきてる気がする。怖くなってきているのか、それとも俺が呪われていってんのか。でもさ、呪い、要は死ぬっていうはさ、黒い影を見た時は死んでしまうっていう噂なんだけど、その黒い影っていうのがさ、突然現れて突然死ぬんかな。そんなびっくりゲームみたいな、そういうのだけやめてほしいな。逃げる猶予は欲しいですね。これは車か。ってことはさっきの1階にあったぶっ壊されてた車の上ってことか。あそこの部屋のマークがあれだったから、なんかすごすぎるだろ。
換気はすごいけど死ぬほど狭いだろうな。これ寝れはしないよね。お風呂もすごいわ。一応本物なんですね。いや、ここじゃないな。全然違うね、ここの部屋と。今のはさすがにだよね。ちょっといるなら返事いただけますか。映さないようにするんで。黒い影っていうのはさ、幽霊じゃなくても怖いよな。まあ要は人殺し的な、そういう要素あっても、でも間違いなくここら辺だったよね。定点やるか。暗すぎるかな。少し明るくしとこう。よし。じゃあちょっと俺奥の方に行ってくるんで、まあ多分この辺なんですよ、行き来してるのが。ちょっと皆さんに見といてもらうと。カメラってさ、光ってると思ったらあれか、GoPro のライトか。俺の定点カメラってバックモニターも兼ねてるんで、そういった意味ではね、後ろが見えなくなるってやっぱ怖いですよ。これめちゃくちゃあれだな、レイアウトって思いますよ。これオープンした時の写真ですね。生きる喜びの実感を求めて、夢とロマンにあふれた世界が今幸せなお二人の前に広がる。出会いを結ぶゴージャスな16の世界。あ、すごい。あ、こんな感じだったんだ。
定点取れてるか。定点取れてるか。ちょっとなん、え、これは人だよね。人が映り込んでるだけか。ホテルの紹介にもうすでにさ、やばいの映り込んでるかと。だけど、これ何の紐？イスロ新城に鳴ってる、鳴ってる、鳴ってる、絶対鳴ってる。何？おかしい。こっちだったよね、今の。なってたよね。全部入るから怖すぎるよ。ごめん、定点好きな人申し訳なく、これ連れてっていい？眩しいよ。こっちのカメラで後ろ見ながらじゃないと安心できんわ。いや、この居住区付近が怖いって言われても普通にわかるね。気持ち悪そうな極みでしょ。下か上かってとこだけど、とりあえずはこっちか。なんか団地みたいになってる。完全に居住区だね。おそらくお客さんが頼んだものとかを作って、まあ、作る場所でもあるけど、こういう食器を見てるとおそらく人が住んでたよ。コーヒーとかかな。これ何？待って、これネズミ捕りじゃない？なんでこんな中にあんの？死んでもあったかのような倒れ方してますけど、まずは上から見ていきますか。このペットボトルの感じ、絶対人住んでるもんね。女性の靴、ほら、なんか短時間すごくない？
紐がある。なんだ、すごい広い玄関。待て、これ見たことあるわ。2年前に編集した記憶が今。2年前の噂と同じか。でも確かにオーナー夫妻は間違いなく忽然と姿を消してるね。何も持っていくことなく、確か子供部屋でさえ物が死ぬほど残ってた場所だね。ライトか。ちょっと待って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 、始まるんか。いや、怖いんでライト買います。明るくなって再登場です。びっくりするぐらい広いな、本当に。そして寒い。隣の部屋とつながってて、なんかちょっと客室みたいな作りのテーブルがあるけど、間違いなく客室ではないはずなんですよ。置いてあるとか物とか見てもね。三面鏡、資生堂ブレメイクアップクリーム。化粧とかに詳しかったら、まあ、当時のね感覚でここにいた女性が若いのか、それとも年を取られてるのか分かると思うんですけど、化粧が分からないとどうにもならんな。すごい、かなりしっかりした作りだったんだな。動くね。多分スーツを着る女性だったんだろうね。丈が短いから多分女性だと思うんですよ。なのでここに敷いてある新聞は1989年、平成元年なんで、俺とほぼ同じくらいにできたってことかな。こういう上着があるから、まあでもそうだね、上着だけで若いっていうのは正直分かりにくいけど、これ屋上か。まあ、この辺から付近を一望しながら生活してる。どういうことなんだろう。黒い影を見たら死ぬ。間違いなくこの感じを見てると何も持たずに去った感がすごいじゃないですか。なので連れ去られたか、まあ、失踪した。子供部屋か。松田聖子、松田聖子のステッカーがある。そういうのを考えると、なんかここで問題が起きて、
全員連れ去らわれたとか、そういうのがあって変な噂が立ったとこかな。なんだろう、ここに前来た時って物がめちゃくちゃに残ってたイメージだけど、やっぱかなり荒らされてしまったんだろうな。なんだろう、なんかやっぱ今のところ2階の管理室って言ったのかな、オーナーの家というより管理室みたいなところが一番ヤバかった雰囲気あるな。みんなと感覚を合わせたいからさ、プレミアとか見てくれてる人とかいたらどこをヤバく感じるのかとか、まあ、全体的に平気なんだとか、そういうのあったらぜひ教えてください。びっくりした、なんでトーマスこっち見てんの、気持ち悪すぎるだろ。女性というか女の子だな。お兄ちゃんと同じような作りになってんのかな。うん、小泉京子。あ、カレンダー買った。2000年だ。ってことは俺が10歳の頃までは誰か住んでたんだ。3階行ってみましょうか。いや、これ結構長くなってしまってるけど、みんな疲れてないか。ゲームならも間違いなくボス戦。いや、これはもう決まりでしょうね。いや、これ待機するのは2階だわ。しかもオーナー夫妻の家とかでもなく、あの管理室側、あの辺りですね。管理室で待機してみましょう。はい、ということでこれからここで1時間くらい待機してみたいと思います。ちょっと探索も込みでやっていくんで、このカメラも定点っていう感じではなくね、一緒に見ていきながら何かここに隠されているのかとか、さっきの音が何だったのかとか、ちょっと調査しましょう。ちょっと待って、あれ何、
抽選箱だよね。これ内面図か。ちょっと待って、さっき全然気づかなかったけど神棚あるじゃん。置いてあったのもおそらくオーナーさんの釣り道具なのか。これなんだろう、開くかな。鍵が閉まってる、開けれないですね。全部回ったんですけど、やっぱり最初の廊下のところで大人ったのがもう最初で最後だ。時間帯とか俺がやったことそういうのに反応するのかな。ごめん、わかんない。いや今終わったと思ってさ、座ってたら一階にもなんかあるわ。なんだこれ、駐車場か。すいません、何もなかったです。Just do it, just do it, just do it.